ちは。こんにちは。豊さん、はい、まあダイヤの原石、まあ、はい、青互い的な感じでちょっといいなと目をつけた選手、うん、前回は投手編、はい、2投手やりましたけれども、はい、今回野手編。野手編はね、はい、まあまあもう活躍はしてるんだけどね、ある程度、はい、まず巨人の松原。ああ、出てきてますね。育成ドラフトだよ。だけど、はい、足は5秒8、50メートル、うん、足はめちゃくちゃ速いし、はい、やっぱ肩も強いんだよね。肩いいですね。肩もいい、うん、で、まあ、試合の中であったんだけどさ、ライトゴロ、ヤクルト戦で、ね、ヤクルト戦で高梨の打ったね、はい、初めて見ました。初めて見た。ライトゴロでもあれランナーサードでさ、はい、2対0で勝ってる ところで、はい、ヤクルトがいい感じで追い上げてたんだよね、はい、でそれライトゴロで0点で収まって、うん、流れを渡さなかったんだけどさ、はい、そういうプレーもできる、うん、でそのヤクルト戦その前の試合の時に坂本がツーベース打って、はい、バントのサインで坂本が刺されたんだよね、うん、そしたら中日戦で同じような松葉が投げてる時に、うん、最初坂本がツーベースで出て、でどういうサインを送るかなと思ったら、はい、やっぱバント失敗してるだけにサイン出さなかったんだ、うん、原監督が。そしたらどうするかなと思ったらしっかり引っ張って進塁打打って坂本を進めてるわけよ、はい、だからそういうねやっぱ細かいこともできるし、うん、あとね打ち方がいいわ。あ、打ち方、これね、はい、ただパーンと打ってるだけじゃなくて、はい、しっかりカチンと捉えてるんだよね、うん、捉える打ち方をしてる。だからこの選手は本物だなっていうふうに思うわけ、はい、若手が出てきてもただ単に打ったやつがヒットになってるんじゃなくて、うん、ヒットに持ってってんだよね、松原の打ち方って。はい、だから非常に何て言うかな、将来性を感じる、うん、で今23試合、はい、まあ、今日のは抜くけどね、8月29日の抜くけど、はいはい、23試合に出て、はい、打率が3割3分3厘、うん、ね、出塁率が3割9分7にあるんだよ。すごい。もうほぼ4割だよね、はい、で4割っていうことはもう役目を果たしてるということだよ、はい、だからもう本当に、まあ、坂本じゃなくても一番打たせてもいいんじゃないかと思うぐらい、はい、足も使えるしね、うん、で、まあ、長打力はないんだけどまだね。ただね、特徴的なのが、はい、右打者に、右ピッチャーに対して2割6分8厘、はい、左に対して5割打ってる。すごいでしょ。すごい、はい、それも16の8。すごいですね。だからその例えば2打数1安打とかじゃなくて、はい、16回経って8安打打ってるっていうこと。5割、4割そう、すごいですね。すごいでしょ、はい、でやっぱり左バッターが左ピッチャーを打てないと、はい、やっぱ使ってもらえないわけ、はい、まあ、そうですよね、うん、ただ右バッターに対して2割6分8厘ということはどういうことが言えるかというと、はい、右ピッチャーに対してのインサイドがまだ弱いね、うんうん、だ課題とすれば右ピッチャーが投げてくるインサイドのカットだとかま、はい、っすぐに対しての反応をもうちょっと良くしないとダメだね、うん、あとはスタミナだよ。スタミナ、うんうん、で特徴的なのは、はい、まあ、スタミナっていうのは精神的なスタミナだとか、はい、出続けるスタミナ、はい、そういったものがあるとすごくいいね、うん、これは使われたらで、なんていうの、そういうものも育ってくるけど、はい、でも使われるにはやっぱ打たないとさ。そうですよね、うんうん、でもこの活躍だと絶対外されることはないよね。もう原監督も絶賛してましたもんね。そうで、あのライトゴロになった時に原監督がコメントを残したのは、はい、満塁ホームランに値するっていうね。ねえ、いや俺もそう思う。すごいですね。いやすごい。それとね、特徴的なのがカウントで見た時に、はい、ワンボールツーストライク、はい、追い込まれてから3割3分3厘、うん、で2エンド2平行カウント、はい、これも追い込まれてから3割3分3厘打ってんだよ、はい、で普通ね、追い込まれたらそれまでのカウントは3割打ってても、はい、ツーストライクを追い込まれてからだと2割5分とか1割だとか1割台だとか落ちていくんだけどさ、はい、この選手の特徴って落ちていかないんだよ。そう、追い込まれてからも強いっていう。そうそう、だからファールで粘れるということだよね。あ、うん、だからこの松原という選手は、はい、久しぶりにその巨人の生え抜きから
レギュラーを取れる、うん、そうだな、比べると亀井ぐらいにはなってほしいな。あ、亀井選手ぐらいになってほしいってことですよね、うん、で亀井っていうのはホームランを打てたけど、はい、まあ、ホームランはいらない、うん、もうとにかく足でかき回すとか、はい、そういう選手になってほしいし、うん、このまま頑張ればなれるチャンスがある。レギュラーに定着、頑張ればできるってことですか？できる。で肩もやっぱりね、足が速いしバネがあるから強いもん。これは嬉しい、まあね、人材というか巨人に。いや、育成で残ってるっていうのがドラフトじゃなくて育成ドラフトで残ってたっていうのが不思議なぐらいの選手。そうですよ。いやだから育成枠ってあって本当に良かったなっていう、こういった選手が出てくるんですね。出てくるな。いや、面白いというか、いや俺はすごくね、構えから好きな選手。あ、構えを見たときに、はい、やっぱ隙があるかないかっていうのが分かるわけ、うんうん、隙がないもん。だからどれでも食らいつこうとする、はい、なんか気持ちが伝わってくる、うんうん、だからすごく好感が持てる選手だね。はい、はい、さあ続いて2選手目、これはね、広島の坂倉、はい、いいですよねいいだろ。そうなんですよ。いや、坂倉はシニアリーグの時全国優勝してるんで、はい、だから結構エリート畑を来てるわけ、日大三高とか、おとかね、はい、でやっぱアマチュアの時に何が大事かっていうと、うん、そういう勝つということを意識づけられてる選手なわけ、はい、でプロに入った時にバッティングがいいんで、うん、外野手とかもやらされてる、はい、で FA で丸が抜けた時に広島の3番バッターにっていうぐらい、その構想の中に入るぐらいバッティングが良かった。でもファームでもそんなに率は残せてないんだよね、うん、だけど1年目の、ファーム日本選手権で MVP 取った。あ、そうなんですね。だからそういう舞台に強い選手なんだ。あ、だからシニアとか全国大会で優勝するとか、はい、大舞台に、うん、だから大舞台に強い選手、はい、で3番を任せる、うん、で相澤がいるキャッチャーね、はい、もうなんかこうドーンとした日本一のキャッチャーと言ってもいいぐらいのキャッチャーがいる、はい、それによって外野手もやらされてる、うん、はい、だけど俺は相澤と坂倉を比べた時に、はい、バッティングはやっぱ坂倉の方が上になっていくだろうなっていう期待感が、その今後、今後ね、はい、今はやっぱ相澤の方がいいかもわかんない、勝負強いし相澤は、うん、いやだけどキャッチャーで打てるチームっていうのは必ず優勝する、うん、そうですよね。そうだね、はい、今までもそうでしたよね、うん、だからバッティングだけを取ってもったいないからって外野にコンバートされないことと、はい、坂倉もキャッチャーに俺はこだわってほしいんだよ。そこじゃコンバートされないようにするためには、うん、どういうふうにしていけばいいんですか？いや、もう自分がキャッチャーしかやらないっていう、はい、言えるかどうか、まあ、監督だったりとかコーチにってことですか？キャッチャーで勝負させてくれ、うん、で今現在の成績は3割3分8厘の3ホームラン、はい、打点が15、うん、打点が15っていうのは3ホームランということを考えると非常に多いよね、はい、で森下と組んでる。あ、だ将来のなんか森下がエース、はい、坂倉が正捕手みたいな感じの構想で今やってるよね。ただ、うん、課題があってさ、はい、これは松原と逆で、はい、右ピッチャーに対しては3割6分4厘って言うんだよね、はい、だけど左ピッチャーには2割3分1厘しか打ててないよ。ちょっと差があるというか低いですね。ちょっと差があるよな、はい、うん、逆に、まあ、逆になったらもう変だけど、はい、もうちょっと左ピッチャーを、まあ、練習するというかさ、うん、まあ、首脳陣もあえて使うとかさ、あ、左に対して、うん、でもバッティングのセンスは抜群だわ。見てて思います。もう惚れっぽれする。そうなんですね。もうね、右肩が開かないんだよ、はい、こうやって無駄に、はい、このバットのここだけで止まっといてパーンって打てるんだよ、うん、バットのこの腕の走りがいい、はい、だから遠くにも飛ぶし、うん、そういうことができるんだったら左ピッチャーも簡単に打つはずなんだよ。これじゃあどういう風に左ピッチャーを、多分ね、左ピッチャーが投げてくるときって、はい、この右肩がパッと逃げるんだと思う。あ、そこを我慢するというか、うん、そうそうそう、意識するってことですか？我慢する。あ、うん、で、おそらく右ピッチャーのときっていうのは、はい、坂倉はインサイド待ちなんだよね。一番速いボールを待ってて対応できてるんだよね、はい、
左ピッチャーの時はやっぱりインサイドの速いボールを意識してるから開いちゃう、うんうんはいうん、変化球が来てもこっちから来るからパッと開いちゃう、はいうん、でも左ピッチャーの時は逆に外のボールを待てばいい、うん、左のピッチャーの時には外のボールを待つと、うん、こっちの肩が開かないで打てると、うんうんうん、だから右はインサイドでもいいけど、はい、左は外を待つようにすれば、はいバッティングが崩れない、うんまあ、いずれにしても、はい、やっぱこうずっとね見てる人が、うん、FA に伴って丸が出るときに、うん、坂倉を3番にっていうぐらいのバッターだけに、はい、やっぱそれなりのものは持ってるし、はい、今年片鱗を見せてきてるよ、はい、そうですよね、そうだよね、うん、だからやっぱ左ピッチャーをいかに克服するか、うん、それと相澤という高い壁を、はいあればあるほど超えてってほしいよね。そうですよね。そこはね。そこを逃げて、うん、外野手とかじゃなくて、はい、やっぱここをやっぱ競争で超えてほしい選手の一人であることは間違いない。豊さんは捕手としてこの坂倉選手を見たいってことですよね。外野手ではなくてってことです、ね。で広島がやっぱり強さを維持するには、はい、こういう選手が。やっぱ相澤にとって代わってキャッチャーになった時にまた強いチームが俺は出来上がると、うんうん、だから外野には絶対コンバートしないでほしいそこです ねだから巨人は松原、はいね、カープは坂倉、うん、この選手にやっぱ注目してほしいなと思います、はいはい